松原の夜明け前、十二でブンブン聖堂で、父が殿から託された模写の世界の地図広げ、海の向こうの国々に思いを馳せる薩摩隼人、泣くなきっとで徳助よ。ペリー来航天下は騒然、南寺大師ここにあり、父の友して琉球へ異国の人と交わりて、英語を学び長崎で航海術を習得する、上海で汽船を買い取る、汽船が拿捕され砲撃を撮影、戦争捕虜となる、戦い終えて開国に目覚め殿に進言を、イギリス施設引いて産業革命学ぶ日々を、さしすけ薬丸次元流、徳川幕引き勘桜、友厚大官立ち上がる、大阪商工証券取引、大阪市立大学と大阪造幣、南海鉄道を、まほろば大阪自治政府、泣くなきっとで薩摩人、泣くなきっとで薩摩隼人。